はい、皆さん、お疲れ様です小川太平の事件考察室え、本日撮影収録日は2024年8月18日日曜日になります、えー、今日の分のですね配信は明日19日月曜日を予定しております、よろしくお願い申し上げますえ今日はですね、え先週、ね、えー、まあ、暴力団包囲網という話をさせていただいたんですが、それに関連してのお話になります。 えー、ちょうど、ね、8月13日、えー、1592で、ね、配信しております、関心のある方は、ぜひ見ていただければ、ねえー、内容、よくわかるのかなというふうに思います、えー、ちょうどね、この8月13日の配信では、えー、暴力団、六代目山口組の傘、ね、下にあります、まあ、行動会の傘下にあるね、えー、浜県組の組長、伊藤直樹組長が強要未遂で捕まったと、茶化か、まっとんだわと。 ね、80万でどうだみたいな話をしたということで逮捕されているという話をしたんですがなんとね、えー、先週8月16日にです、ねえー、釈放されております。 ちょっとその釈放の過程もね非常にまあ珍しいというか面白いというかねというのがあるのでちょっと皆さんに、えー、まあ配信して聞いてもらおうかなと思いましたちょうど8月13日の1592でですね私がまあ、これ20日でパイですよと、うん、20日でパイっていうのは20日間交流される延長交流がついて20日間、えー、交流はされるけども、えー、それでね基礎になるようなことはまずないでしょうというのはまあ 私、代理人のね弁護士の関係者から、ちょっとそういった話を聞いてたので、まあそういう配信をさせていただいたんですが、サブタイトルに書いてあります通りね、伊藤直樹組長53歳、早々に釈放、ね、もうすぐ釈放されちゃったみたいですね、はいですから、私が言った、あの20日でパイではなかったです、はい、えー、実際問題はですね。 あの伊藤直樹組長、六代目山口組、三代目行道会傘下の二、えー、代目浜県組組長、えー、これもねコメント欄で、二、えー、代目浜県組組長というのは間違いですよと、二、ね、代目がない、単なる浜県組ですよっていうふうにあのコメントをいただいてたんですが、これもねちょっと確認をしたら、ですね、まあ、正確には二代目浜県組なんだと、あの代を継いでるんでね。ただ 集まり等が最近はできないので、そのまま浜県組ということでやってると言っても。まあ、間違ってはないので、浜県組だろうが、二代目浜県組だろうが。まあ、いいですよと、言ったような関係者からの話です。で、今回なぜこのことが分かったか、逮捕されたのはね、ニュース等になってました。ね、ニュース等になってたのが。 え今日月18日月ですね配信は19日の月曜日ですけども、え実はね、これ、昨日、17日のお午後にね、ちょっと私、体調崩して寝てたんですけども、お問い合わせホームから連絡があって、ですねちょっとこの件で話をしたいというので、一応連絡だけして、ちょっと頭の回転があの鈍ってたんで、明日連絡しますからということで、今日の昼間ね、連絡を取って、話、詳しい話を。 聞きましたそしたら釈放されたんだと。えっだってまだ交流、ワン交流があの月曜日、明日十19日ですよねと。ね交流期限、19日なんです。えそれがなんで16日にっていうと、そこがまた不思議なんですよということで、話をさし,、ね、してくれたので、できれば本人と直接話をしたいというふうに私申し上げたんですが、さすがにね。 このまあ会の決まりっていうんですか、個人で取材受けれないんですと言ってのことで、まあ何か機会があれば、えー、一回小川さんとも話してもらいたいんだけど、今ね、話したら、どうせ話をさせてもいいんだけど、話をしたら、小川さん、YouTube でしゃべっちゃうでしょっていうからいや、それはしゃべりますよと言ったら、いやそれはちょっとだめなんですということで、正直、このね、えー、伊藤直樹組長と直接は話してませんが。があのそのそ ことを今回逮捕されたことをよく知っているものが連絡が来て、えー、小川さんの YouTube でいつも見てますと、うん、逮捕されたっていうのがね 流れたんで釈放もやってくださいよ、やりますよと釈放されたらなら釈放されたでやりますよと、20日でパイだったら20日でパイと分かってたんで、どうしようかなと思いますけど、そんなに早くっていうと、実はそうなんですということで、ちょっとそのお話をね、してみたいと思います、逮捕されたのは2024年8月7日です、強要未遂、茶貨、余っとんだわということでね、80万で買ってくれというふうにね。 したとで事件はこの事件が起きたのは2022年1月1日元旦ですってことは2年半前2年半ちょっと前になるかな2年半前の事件なんですねただし、えー、これもそのね関係者から聞くとこの2020年1月1日以降この2024年8月7日までには、えー、別のねあの事件でえー かなんかで、それも未遂なんですけどもね、えー、警視庁に逮捕されたことがあるようです、ね、逮捕されてるんですけども、結局それも20日で、えーまあ、釈放、パイになっていると、まあ、直接は関係なかったあっていったようなことが分かって釈放されてるのがあるんですよとあとそれ以外にももう1回、やはり逮捕だけ、えー、不起訴になってますけども、そういったのがあるんだという話をしてました、えー、そこでですね、えー、今回逮捕状当然見てますよねと。 うんちゃか、買ってくれないかと言われた強要未遂なんですけども、えー、その相手、強、ま、要、あ、ですからね、ただ、これ、買ってくれないだけだと強要にならないんで、結構強引に迫ったということだと思うんですけども、逮捕状にはこれね、氏としからかな、あのその暴力団関連については、被害者の名前等を明記しない、逮捕状にも。 うんあのー、これはね性的な犯罪もそうなんですけども、も暴力団等についても、えー、仕返しがあったりとか、あとは被害届を取り下げさせたりとか、当然、弁護人は分かり接見できますからね、接見禁止でも弁護人が接見できるんで、そのものとあって、えーまあ、あの証人威迫じゃないですけどもね。 あの、その承認威迫で捕まった人もいましたよね。うん、そういったので、えー、被害届を取り下げる、訴えを取り下げろとかね、そういったことを,を防止するためにも、こう、名前を正,、えー、正規に書かないということがね、これ今年の4月ぐらいからかな,なんかまあ,あ、ちょっと私記憶定かじゃないんですけど、そういう風うになってきてます。暴力団に関しても。 とということで62歳、A 氏なんですがこのまあ伊藤直樹、当時容疑者で捕まっていますけれども本人が言うにはそんなものを知らないということだし、えーまあえー、その代理人に、ね、1月1日ですよと、ここ数年家族といつも一緒にいるんだと元旦はというようなことをね。 えーまあ、話してたそうですえそして、まあ、家族に話をすると当日撮影元日に撮影した写真だとかが写真だとかが出てきたそうです家族の一緒の写真家族の写真っていうんですかねそういうのが出てきたと、うん、であとはこの逮捕状にあった、えー、この A 氏を呼び出し公園に うんうんっていうのがあるんですがまあ、公園に防犯カメラ等もあるんですけどもねまあもう2年半前ですから当然、防犯カメラの映像も残ってなかったということですでそこで、えー、この呼び出したと、でこの A 氏が呼び出された電話って言ってますよね、この電話だと、この電話にこの番号からかかってきたと。その番号は間違いなく 伊藤直樹組長の電話番号なんですが警察は伊藤直樹組長の電話も調べるんですけどもしかもその以前に2回捕まってるわけですよそうするとその前もその前も捕ま,捕まるときに捜査してて資料残ってますよねそこにどこにもこの62歳 A 氏らしき者の,の電話番号はなかったんですというのがこれ私の。 あの捜査じゃないですよこの伊藤直樹組長が捕まった後に私にあ昨日ね連絡があった、えー、関係者、まあ、よく知ってましたその関係者をね、えー、関係者と名乗る者からの話です、まあ、どこまでね、えー、どうなのか分かりませんけどもあ前回もね8月13日も私話してますけども、まあ、結構ね、えー、暴力団包囲網ということで幹部狙われているのは事実です大阪府警もそうですしね えーまあ、愛知県警もそう、今回は愛知県警の東警察署というところでね、えー、捕まえてますけど、にしてもね、ワン交流ですよ、7日に逮捕されて、9日に送検されて、ワン交流立たないということで、実際9日ですから、ね、1週間ですよね、交流、はい、1週間で釈放されてるっていうのは、まあ、ちょっと珍しいのかなと。 うん、せめてかっこつけるために、ね、10日置いて、もう10日置いて、20日で、まあ、今回は起訴できる内容じゃないから不起訴だよというので20日でパイっていうパターンが多いんですけどもですから今回はあまりにも、まあ、実際に話を聞いていくうちにうんこのただ、警察は全く何もないのに62歳、A 氏もいないのに逮捕状を取ることはできません、今は。 もう絶対に聴取は必要ですしかも強要未遂という被害者がいるわけですから、この被害者から調書を取っているわけです、間違いなく、ね、62歳、A 氏とはなってますけど警察の令状請求にはちゃんとどこも誰べっていう名前があったはずなんですね、えー、そのあたりがちょっと被害の裏付けというんですか、うん、ま言った言わないなんでね、非常にこれも難しい。 えー、言ってないなんていう証拠をつかむことが難しいんですけどもそれが、まあ、逮捕し供述を聞き捜査していくうちにちょっとこれはまずいなと。 いうのが分かったんじゃないかなというふうに思ったりもしています。まあそんなところでね、8月13日に話をした6代目山口次ぐ3代目高東会の浜県組の組長伊藤直樹組長が強要未遂で逮捕された件については、なんとワンコー立たないうちに8月16日にまあ釈放したということです。まあ釈放の理由はね。 えちょっとそこまではまだ分かってません、権疑不十分なのか、権疑なしなのか、えー、それとも単なるう基礎猶予なのかね、えー、まあ不起訴は不起訴でしょうけど、そのあたりもまた分かったらね、えー、まあライブ等、ちょっと短くなると思うので、どこかでそう,いとそういったところでね、話ができればいいかなと、配信ができればいいかなというふうに思っております、えー、またね、こういった暴力団関連のお話、何か情報等ありましたらね、えー、いただければ。 あの内容によっては配信をしたいと考えていますので引き続きよろしくお願いします本日は以上になりますありがとうございました小川大平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしておりますまあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですね こういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったもの,をも,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろししくお願いします。